佐野常民は、1823年、肥前の国に、下村和夫左衛門の五男として誕生し、明治期の日本の政治家として著名な人物です。1849年、江戸で伊藤伝墨の小仙道塾に入門し塾頭となりました。この頃に勤労運動に傾倒するが、急遽佐賀に戻るよう命じられ、佐賀藩の清廉家多頭人となりました。1867年、パリ万国博覧会に参加し、国際赤十字の組織と活動を見聞し、オランダに行き、日清の建造を発注。西洋諸国の軍事、産業、造船術などを視察しました。1878年、荻生結弦らと博愛社の総副長となり、博愛社を日本赤十字社と改称し、赤十字運動の充実、拡大に生涯を捧げました。